こんばんは、ひよです。では、ゴーストリコンワイルドランズ、まあ関係ない話をしながらやっていきましょう。関係ない話する方です。ヘイ、シリー、タイマーセット。時間を指定してください。俺が運転する。20分。タイマーはすでに動いていて2分と23秒になっています。置き換えてもよろしいですか？Yes。 ドローン飛行中。新しいタイマーは動いていて20分になっています。はい、ではやっていきましょう。そうですね、今回まあ関係ない話ですけども、最近ですね、まあ時期的に多分大学とかが春休みとかそんなんなんだと思うんだけども、冬休みってことないよね。冬休みはもう終わってるもんね。だから大体冬休み終わった後、大学ってまあそれほど授業もやらずにテスト期間に入って、テスト期間が終わったらもう、春休みだったりするんで、春休みがすごい長いわけですけども、まあその長い休みを利用して、学生の方はですね、まあ皆さん、勉強を取りに行くことが多いかと思うんですけども、ちょうど今その時期なのかな。なので大体僕通勤、バイクで通勤してるんですけども、通勤時、まあ結構遅い時間の、出勤、遅い時間、まあ大体午後の出勤とかが多いんで、通勤時にバイクで行くと大体、まあ、ほぼ毎日、1日2台ずつぐらいこの、教習所の、ね、車とすれ違いますけども、まあ結構大きな道、国道とかレベルの道を通ることが多いんで、まあそこから高速使うんであれなんですけども、まあその国道で2台ぐらいすれ違いますね。でまあ多分高速教習に行くんでしょう。でまあ大体すれ違うじゃないな、同じ方向に向かって車線、同じ車線で、まあ、2車線の道とかなんで、追い抜いていきますけども、まあ、高速教習で、高速道路に向かっているわけなんですけども、まあ、インターから、大体高速教習の、車は、まあ、基本的には、下り方面に向かうことが多いんで、だから高速道路までは一緒っていうか抜いちゃいますけど抜いちゃうんで一緒に行くことはないですけども、まあ、タイミング次第では、インター入る、料金所入るタイミングが一緒だったりはしますけども、そこから先は、僕は、通勤が上り方面なんで、高速道路でこう追い抜くことはないんですけども、高速教習多分下り方向に1回行って、まあ多分帰りはね、そこからこう上り方面に行くと思うんで、ただ時間的な多分タイミングかな、高速に向かう方のやつだったりするんで、まあまあまあ、大体すれ違うじゃなくて、通り過ぎるときに、まあバイク乗りとしては親指立ててね、こうサムズアップ、まあ、頑張れっていう感じでこうやっていくんですけども、やって毎回じゃないかな、大体でもちょっと頑張れオーラを出していきたい感じですね。
なんかね、まあ、どう見られてるのか知らないですけどね。まあ、教官の方とかは、もしかしたら、こっちから向こうの、教官の顔とか見てないからわかんないですけども、向こうからしたら、またあいつなんか、サムズアップしてるよみたいな感じのふうに見られてるかもしれないですけども、まあ別にいいですよ。頑張ってほしいですからね。頑張ってこの、教習者に優しいですから、僕は。なんで、もし今、ご覧いただいている方で、今、教習所通ってんだっていう方の中では、まあ、僕を見たことがある人がいるかもしれないですね。そんなわけないか。そんなわけないか。大体高速教習1回だもんね。人生でじゃないけども、まあ、教習としては1回だかな。なんで、たった1回だから、まあ、それでももう、教習受けてる方がもう数が多いから、毎回見ますけど、まあ、1台の中にこう、大体1台で、3人くらいかな、2人、3人は一緒に乗ってたりするんでしょうけども。まあ、それでもその人にとっては、1回なんで、そんな確率は高いわけじゃないと思いますけども。まあ、もし仮にね、これをご覧いただいている方で、教習者に、なんか、頑張れを送ってるような人が見かけたら、まあ、僕かもしれないんで、その際には、ちょっと、お手柔らかに なんでこっちがお手柔らかにしてもらわなきゃいけないんだろう まあ、その際には、まあ、微笑ましく見ていただけたらと思いますけども。まあ、結構バイク、そうだね、車だと意外とそんなことってやんないと思うんですけども、他の車に対してアピールって、なんだ、パッシングとかで、もしくはね、煽ったりとか、そういった、まあ、煽り走行禁止は、まあ、危ないんでやめた方がいいと思うんですけども、まあ、そういったコミュニケーションはね、他の車両と取ることあると思うんですけども、車の方はね。バイクはですね、意外ともっと、コミュニケーション取る方で、結構ね、まあ、ツーリングとか行くと、まあ、特に地方とかかな、そのコース次第では、他のバイカーさん、他のバイカーさん、まあ、他の集団といってもそんな大人数じゃないですけども、例えば、2人、3人とかの、グループのツーリングの方とかと、まあ、すれ違うなり、まあ、同じ方、例えば途中だけ、まあ、高速道路を走ってて、他のグループの方がと、まあ、並走はしないけども、なんだ、縦走っていうのか、まあ、並んで走、ちょっとの区間だけこう走ったりとかした時には、まあ、挨拶というか、声じゃなくても、まあ、こう、さっき教習者に対してサムズアップみたいな話しましたけども、あんな感じで、手を振るなり、ピースサインを送るなりとかは、基本的なね、バイク乗り同士の挨拶みたいなところがあるんで、まあ、やりますね。もちろんね、相手の方が、なんていうの、挨拶を送ったら送り返ししますし、送り返したいですけども、まあ、こっちも送りますし、ただ、まあ、ルールじゃないですけども、暗黙の了解というかね、まあ、そういった合図を送り合っても、まあ、必ずしも相手がこう、送り返せる状況ではない
場合もありますんで、よくやった、その危険、片付けて先に進もう、危険をこう危険に身を挺してまでこうやることではないんで、それはお互い分かってるんで、もちろんそういった合図送って送り返してくれなくても、まあそれは それでしょうがないというふうなスタンスではあるんですけども、まあなるべくその送ったり送り返したりとかはしたいなとは思ってますけども、まあ同じ方向に進んでるグループじゃなくても、向かいですれ違う、バイカーさん、例えば高速道路の反対側を走ってる人にまではちょっとどうかなと思うんですけども、そういうんじゃない、もっとちっちゃな道とかで、ちっちゃな道、まあツーリングコースに選ばれるような道とかで、まあすれ違うライダーさんにはこうやっぱなるべく、合図を送りますけどね。まあピースかな、手振ったりとかね、まあやりますよ。牛に目印をつけておこう。っていうのはっていうかね、バイク乗り、バイカーライダーはね、意外とこうバイカー同士、なんていうかな、バイク乗りの絆じゃないんですけども、そこそこ、まあ絆というか仲間的な意識がな、結構強いと思うんですよ。まあ特に、車の方と比べると、もう全然違うかなと。しっかり捕まってろ。結構その例えば、僕自身とかは、まあ今のバイク買ってすぐの時って実は買った時にレギュレーターがもう調子悪い、まあ不良品かな、レギュレーターっていうそのバッテリーに、バッテリーを充電する、機械というか仕組みが、それはもうバッテリーってどうやって充電するかって、普通にバッテリーにつなぐの他には、まあ充電器につなぐ以外は、まあエンジンを回してると、その回したエンジンの力で、バッテリーに充電される仕組みになってるんですけども、それがこう、うまく働いていない状態で、常にほっとくとどんどん、バッテリーって、消耗していくんで、で走っただけで一回コンビニとかに、まあ、走り続けてれば大丈夫なんですけども、まあコンビニとかに一回立ち寄ると、出てきた頃にはもうバッテリーが上がってるとか、そういった、ちょっと悲しい状況になったんですけども、まあそういう時もね、結構エンジンかかんない、まあエンジントラブルっていうのはまあ大体見ればわかるような感じなんで、まあエンジンがかかってないところを見てると他の、バイカーさん、ライダーさんが集まってきてくれたりとかもしますし、で他にも結構地方の、に行くと、都内は結構無理ですけどね、都内とかまあ、首都圏ら辺だとちょっと厳しいかと思うんですけども、地方はまあ単純に土地があるからっていうのもあるかもしれないんですけども、まあそれでも、あ、まあ豊富に土地があるからっていう理由もあるかもしれないんですけども、結構その
バイクの駐車場、バイク駐輪場っていうのが、まあ、あるところはありますし、まあ、それがこうバイク用って分かれてないこととかもあるんですけども、まあ、結構都内とかのに行っちゃうと、まあ、特に東京23区入った途端に、バイクを止め、駐車できるところがあんまなかったりするんですけども、まあ大体、都内だと路中になっちゃうのかな。で、まあバイク駐輪場、駐車場もこうないから、普通の車の駐車場的なところに行っても、まあバイクはダメみたいな感じなところが多いんですけども、まあ地方はね、イオンなりジャスコなりとかでも別に、駐車場はありますし、結構そのまあバイクだったら普通に自転車用の駐輪場に止めてもまあ悪くないというかね、ありだったりはするんで、まあ普通にコンビニとかでもその車用のところに止めるけどね、豊富に空いてれば、空いてなければ駐輪場の方、その自転車駐輪場の方に止めますけども、まあそんな感じで、地方とかに行って、まあどっかバイク止めるとこありますかって聞いたらですね、結構駅前のだよ、駅前の観光案内板の本当目の前に真ん前にこう止めさせてくれたり、ここを止めちゃっていいよみたいな感じで。軽い感じで止めさせてくれたりしますけども、あとなんだろうな、結構そのツーリングとかで行って、まあ観光じゃないけども、まあ観光かとかで行ったり してるこの時に、まあすごい僕バイク乗る格好、まあちょっと寒かったらすぐに革ジャンと革パンっていう革上下に、足用のバッグ、足につけるバッグ、ポーチみたいなバッグがあるんですけども、それをこうつけたりするから、まあわかるだろうって言われたらその通りなんですけども、まあお兄ちゃんバイクできたのみたいな感じで声かけてくれたりは、よくするんで、まあね、バイカー同士、まあその声かけてくれる人もが、まあバイカー、ライダーかどうかは分かんないんですけども、まあ多分そうだろうなと思うんだけどもね。まあそういった感じで、絆は強いんですけども。そうそう。それでこう、ふと思ったというか、仮面ライダーオーズなんですけども、仮面ライダーオーズの、セリフで、まあ印象的なというか、まあそんな特別なあれじゃないんですけども、ライダーは助け合いでしょっていうセリフがあるんですけども、まあ実際にこれ初出展というかね、初めて出たのは仮面ライダーオーズではなくて、喋ったのは仮面ライダーオーズなんですけども、実際に最初に出たのはね、仮面ライダーダブルの映画で、まだ仮面ライダーオーズの、放送が始まるちょっと前とかで、まあ仮面ライダーダブルの映画に、まあ、いわゆる顔見せみたいな感じでチラッと出てくるときに、まあダブルを助けるようなポジションで、ライダーは助け合いでしょって言って、助けてくれるんですけども、で、まあ、後その、仮面ライダーオーズとフォーゼの、コラボ映画とかの時にダブルが出てきた時に、お前言ったよな、ライダーを助け合いでやってっていうような感じでこう使われたりで、結構印象的な感じで、出てくるんですけども、まあ
そのライダーはもちろんあの仮面ライダー同士の助け合いっていう意味で、劇中で使われてると思うんですけども、結構ね、まあ、仮面ライダーに限らず本当にあの普通のライダー、僕ら、バイク乗りっていう意味でのライダーも結構助け合いなんで、まあ、そういう意味も含んでるのかなっていうふうに思ったりもするんですけども、まさにだよね、まさにライダーは助け合いでしょっていうふうな感じなんで、まあ本当はね、本当はそのライダーは助け合いでしょっていうふうな、セリフが出てきたのは、まあおそらくと、はっきりとそういうふうに明言されたわけではないんですけども、まあもともと平成仮面ライダー、っていうのは、空河から、仮面ライダー牙までかなの旧作は基本的には、他のライダーとのつながりがない世界のライダーなんですよ。まあ例外がないかというわけじゃわけあのというわけでもないわけでもないんですけども、まあ一応空河の次のアギトは、空河の世界観で本当は空河を出す予定だったんですのが、こう結局は、出さずにちょっと違う世界になってたりとか、まあ映画の中で、仮面ライダー龍騎の映画でちょっとゲストでアギトの、キャストが出たりとか、まあそういったのはあるんですけども、あとはなんだろうな、牙と電王のコラボのした映画に関してはパラレルワールドっていう設定いう扱いなのかな。で一応その同じ世界に、まあ基本的には同じ世界ではないものとして、まあ、別世界パラレルワールドとして描かれるそれぞれのね世界がね違うライダー同士はこう共存してるわけではない感じでこう描かれてはいるんですけども、まあ、全然違う世界だからこそ、その仮面ライダーディケードでその9つの世界を、まあ、旅してたわけなんですけども、まあ、その9つの世界も本来 の, そのテレビで放送した、世界とはどうもまたこう違う世界でパラレルワードになっていたりはするんですけども、まあまあまあ、そんな、いわゆる第一期と呼ばれるやつですね。ディケイドまでの、ディケイドの前の、空河から牙までっていうのはもう別の世界の、お話としてこう、描かれていたんですけども、それ以降、まあディケイドは、お祭り的作品だったんで、それは飛ばしてですね、その次の、ダブルから、ダブルオーズ、まあダブルから先、まあ大体ウィザードぐらいまでかな。ガイムはまたウィザードの最終回にこう出てきましたけども、あれはまたちょっと違うポジションで、仮面ライダーじゃなくてアーマードライダーっていう風になポジションなので、まあそれ結構でも外務の時に昭和対平成とかやったから、もう完全に違う世界っていうわけというあれでもないんじゃないんですけども、なくもないのかな、ちょっとそこはまた曖昧なところではあるんですけども、まあまあまあ明確に同じ世界なのは、まあ普通に映画とかでコラボとかで出てきても顔見知りみたいな感じになったりとか、していく意味で、まあ、同じ世界であることが強調されているのは、ダブル、オーズ、フォーゼ、ウィザード、
なんですけども、多分その大塚こうダブルに出てきて、まあ初めて会った時にこう助けるにあたって、まあライダー助け合いでしょっていうふうに言ったのは、多分そのまあ明確にね、同じ世界ので、存在してるしているんだよっていうのをこう強調するためだとは思うんですけども、まあそんな、意味合いもはありつつも、まあそんな感じでね、本当、実際の、ライダー、仮面ライダーじゃなくて、バイク乗りという意味でのライダーは、実際にねライダー同士助け合いだなっていうふうに思いますんで、まあ挨拶しっかり、また困ってたら助け合うっていうのしかり、まああとあれだよね、まあライダーズカフェとかそういったあれで他のライダーさんと交流、僕意外と人見知りな方なんでそんなにしないですけど、まあまあするのも結構一般的だったりするんでね、まあそういう意味も含めてライダーは助け合いだし、まあ道で誰かと会っても、まあ合図を送ったりとか、車だとね、車の中はこう割と個室というかね、部屋を、もちろんその車に乗ってる人同士のコミュニケーションはもうあるでしょうけども、基本的にはまあ車は本当に個室単位、まあ、もちろん僕車も運転できるししてたので、してた過去形なのもまあ微妙なあれですけども、まあ今でこそバイクがメインだけども、車の乗ってた時はねもうありますんで、まあその時はだからそれはそれで魅力なんだけどね、いわゆる個室というか、なんか感覚は部屋にいて、その部屋が動いていくっていうようなイメージだったりするんで、だから結構その車の中と外はちょっと別世界というかね、ちょっと離れてる感じがするんですけども、バイクは逆にもうまんま外、まあチャリの延長みたいな感じなんで、本当自分と外、リンクしてますんで、そういう意味も含めて外界とのコミュニケーション、外界との、まあ外とのコミュニケーションっていうのは、必然的に、出てくるのかなという気もしますけども、まあまあまあ、もしねこの先、まあ今もちろんバイク乗ってらっしゃる方も、いるでしょうし、そういう方もはもうとっくに やっていただけてると信じてますけども、まあ、まあそうじゃない方で、まあ、いつかバイク乗ろうかなと思っていらっしゃる方がいらっしゃいましたら、本当照れることなくですね、手振ったりとか、そのバイク乗り同士ね、まあ、車に振ってもなんだこいつだっていう顔されますけどね、それはね、さっき言ったように向こうからしたら 外の世界と中の世界違うんで、まあ他の、まあ、車の方は別として、もしバイク乗ろうと思う方、将来他のバイク乗りさんとすれ違ったりとか、した際にはぜひまあ手を振るなりね、ピースサイン送るなり、してですね、ライダー同士の絆を深めて いただけたらと思います。ね、そのサインピースサイン、まあ、手振るとかに関しても何にしてもね、まあバイカー同士の暗黙の了解ではあるんですけども、これ白バイに対して、同じことやっても返してくれるみたいですよ。僕はやったことないですけども、そういった、話を聞いて実際に
あの白バイにこのやってみ見た結果、あの白バイの警察の方ももちろんなんかこう忙しい時なんて、なんていうかな、まあ同じようにその 手を振り返せない状況にある場合は やらないんですけども、まああとは人によってってのもあるかもしれないですけども、ただそのよっては警察、白バイの警察の方でもその合図を返してくれることがまああるらしいんで、だから、まあ、それそのものは別に法律に違反してるわけでも何でもなくね、道路交通法も違反してないですし、まあ推奨かどうか知らないですけども、ぜひね、やってみていただいて、これもまたバイクの、魅力の一つなんで、楽しんでみてはいかがでしょうか。というわけでですね、今回このくらいにしましょうか。また、いつも通り時間を少しオーバーしてしまったかな。では、今回ここまでにしましょう。ご視聴ありがとうございました。ひゆえでした。バイバイ。